吉田美希は、日本の女優。埼玉県川越市出身、所沢市在住。ニックネームは、美希を。2001年、私立東野高等学校卒業。2015年春、幼馴染に連れられ演武ゼミナール映画監督コースに、入学。同ゼミ生の糸数正宏の短編映画に出演する、他、セルフドキュメンタリー、たどり着いたらいつも名残詞を監督し、 2016年春に、同ゼミの上映会、ドロップシネマフェスティバルボリューム27でイベント上映された。卒業後は、映画監督の一井正秀など周囲から役者への転校を進められ、フリーの役者として活動を開始する。演武ゼミナールに通っていたことから、同ゼミの劇場映画制作俳優ワークショップ企画、シネマプロジェクトの存在を知り、2017年に、 同プロジェクトの第7弾に応募。上田慎一郎の班に採用され、ワークショップを経て、映画、カメラを止めるな、に出演。同作では、中堅 AD 役を演じ、長編映画の出演は、これが初だった。同作は2018年6月から、劇場公開が始まると、当初に館の上映館が、累計350館以上に拡大するという、インディーズ映画としては、 異例のヒットを記録。吉田もメインキャストの一人として、第51回シッチェスカタロニア国際映画祭や、第31回東京国際映画祭などに登壇した。演技スクール、横浜演技教室ミレニアム代表の中久木舞子に誘われ、2019年9月からは、同スクールの初心者クラスの講師を務めることとなったが、1ヶ月、少々で講師を降りている。 大の酒好きで、焼酎の緑茶ありや、ウーロンハイが大好物。好きな言葉にせん、ベロをあげており、醸造酒や高い酒には興味がない。よくカラ見酒をし、飲みの帰り道に録音技師の小茂田光吉といるところを月曜から夜更かしに取材されたことがある。その他、趣味や好きなものに、猫いじり、ツーリング、ドラムなどの打楽器演奏をあげている。のぶ 酒や消したようなハスキーな低い声が特徴。吉田自身はその声を嫌っていたが、映画監督の上田新一郎に声を褒められた時に耳を疑ったと同時に、ここにいていいんだと心底嬉しかったという。上田はその他に男気のある顔も魅力だと語っている。映画評論家としても活動するラッパーの宇田丸は、自身のラジオ番組で映画、カメラを止めるな。 での吉田の中堅 AD 役の演技について、無表情であまり口を開かずに低く喋る様が、スクリプター感があり非常に効果的だったと絶賛している。団体行動が苦手で、物覚えが悪いと自己評価しており、役者転身後は不安に感じていた。共演した女優の浅森咲菜からはテキパキと何でも、こなす姉を肌と評されている。映画監督の上田慎一郎からは、 動物やマスコットを見てテンションが上がる女の子な一面も持っていると言われている。以前は両親とは冷め切った関係だったが映画カメラを止めるながヒットし始めると吉田がいないところで父親が作品と吉田を紹介していたり観客動員数120万人突破記念の舞台挨拶に母親が来場するなど関係が修復されていったという。 役者活動以外では、実家の商店の手伝いや居酒屋でのアルバイトとして生活している。ありがとうございます。